山形県立新庄病院は、山形県新庄市若葉町にある県立の病院。1952年4月1日、社会保険協会所属の社会保険新庄病院が、県に移管され、山形県立新庄病院として発足する。以来、最上地方唯一の県立病院として、地域医療の主軸を担ってきた。病棟は A、B、 C 棟で構成されるが、1975年、新築され老朽化が目立ってきた A、B 棟については2004年度から2006年度にかけ23億円を、当時改修工事が施され、病室の内装が一新されたほか、自家発電装置の更新や給水に、自家浄化の地下水を活用する仕組みも整えられた。2006年8月、県立病院の監査法人報告において、 新庄病院は県と近隣市町村との一部事務組合による運営が適当との報告がされた。これにのっとり同年9月、県は医療提供体制の基本方向を発表し、新庄病院の運営主体の見直しの方向を明らかにした。しかし、地元では最長地方の地域医療が完全に崩壊すると強い反発の声が起こり、同年12月には、 最上地方の8市町村の市長や議会が当時の斉藤博知事に新庄病院存続の要望書を提出した。また、翌年4月には最上地方の町内会や医師会など19団体によって最上の医療体制を考える会が組織され、県立による病院維持を求め署名運動が進められ、約6万人の署名が集まり、同年7月、署名簿が 斎藤知事に提出された。こうした地元の強い反対に押され、2008年12月1日、斎藤知事が、新庄市が主催した市町村合併市民懇談会の席上、新庄病院について、県立を維持する意向を表明した。2013年3月、県立病院課は策定した、県保健医療計画において、 新庄病院は改築整備を視野に入れた機能強化を検討すると定めた。また2015年度には学識経験者、地域の医療関係者、福祉関係者、行政関係者、住民代表からなる山形県立新庄病院改築整備検討委員会が設置され、新庄病院の果たすべき役割や機能に関する検討結果が山形県立 2015年1月26日、吉村美恵子知事は、最長地域8市町村長らと県庁で懇談し、老朽化が著しい県立新庄病院の早期改築に向け、新年度に有識者による検討委員会を設置する方針を表明した。改築時期の明言はなかったが、新年度に検討医を発足させ、住民に見える形で改築に向けた取り組みを進めたいと述べ、 2016年度に県は山形県立新城病院改築整備基本構想を策定。2016年11月30日、県は新城病院を現在位置から全面移転する方針を明らかとし、翌年1月には移転先として、同志金沢の国道13号沿いにある新城富士通ゼネラル工場跡地が最有力候補地として報じられ、 最上地方の市長も吉村知事に同行上跡地を移転先とするよう要望した。2017年9月、県は新城病院改築整備基本構想を踏まえ、新病院における診療体系や整備スケジュール等の根幹をなす山形県立新城病院改築整備基本計画を策定するため、専門家からの知見を仰ぐ山形県立新城。 病院改築整備基本計画専門家会議を設置した。2018年2月1日に開催された同委員会で、県は、新病院について2023年度中の会員を目指す方針を明らかにしたほか、歯科を診療科に加えること、また、新城市の夜間休日診断書を新病院に設置することも、原案で明示した。また、整備事業費は概算で、 約200億円を見込むとしている。改築整備基本計画は、県議会への報告を経て、パブリックコメントを実施した上で、2018年3月に策定される、内科、神経内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、自咽喉科、放射線科、 マスイカシームネは1984年新築。ありがとうございます。